そう、ブルマで思い出したけどさ、学生の時にね、女子がね、ブルマだったんですけど、マット運動の時にさ、ほんとエロいんだよね、マット運動の時にさ、開脚しながら前転するんだけどさ、もう、エロすぎてガン見しててさ、勃起したんですよ。で、勃起してたらさ、友達にさ、あー、こいつ勃起してんだーっつってバラされて、うわー、勃起マンだーっつってさ、なんか、一週間ぐらいあだ名勃起マンになっちゃってさ、どうも、ご覧の皆さん、こんにちは。オーナーファーです。オーナーファーです。オーナーファーです。ちゅうことでね、皆さんどうも、こんばんは。オーナーファーの、小部屋なんだーこれがちゅうことでね。はい、皆さん、ジム2完成いたしました。はい、ちゅうことでね。まあ、サウンド前回と変わってないんだけど、まあ、部分塗装とね、墨入れをしましたね。ではね、早速ね、影部と陰部を見ていきましょう。あ、陰部じゃねえや。影部と、陰部だ。陰部でいいんだ。うん。よくねえな。うん。さあ、影部と陰部をね、見ていきましょう。舐めていきましょう。うん。はい。まずね。邪魔だな、これ。正面は、ケンネケンジ。側面は、ケンネケンジ。背面は、ケンネケンジ。好きなアーティストは大月健二ってことでね。私ね、何度も言いますけど、大月健二さんね、そこまで好きじゃありません。はい、ってことでね。まあ、こんな感じでね、完成しましたね。うん。いかがでしょうね。今回ちょっと、何点か失敗したんですよね。うん。バイザーのとこっすね。うん。バイザーのとこ失敗しましたね。他はまあ、概ねまあ、こんなもんかと。ただこれね、なんだろ、溶剤でちょっとね、薄めすぎたかな。3倍希釈とかでやったからかな。本当はね、これ半光沢なんだけど、艶消し状態で、墨入れとかがね、すげえ、難解になっちゃいましたね。拭き取れないんですよ。うん。本当はね、墨入れ前にね、光沢でコートすればいいんだけどさ、そうするとその上からまた、艶消しを吹かれてあんないじゃん。めんどくせえからさ、何回もめんどくせえから、このね、半ツヤのはずなんだけど、なぜかツヤ消しになっちゃってる状態で、まあ部分塗装と墨入れやったんだけど、本当に、拭き取れなかったよね。うん。完全に綺麗に拭き取れなくってさ、困ったよね、ほんと。うん。だから墨入れもちょっとね、必要最小限にしちゃいましたね。全部やってませんね。必要最小限ですね。うん。ってことでね、まあこんな感じで。できましたけど、いかがでしょうか。うん。でね、失敗した最大の部分はバイザーっすね。まあ、多分分かんないかもしんないけど、バイザーの部分ね、多分細かい切れ入ってるぜ、これ。多分だけど。うん。なんでかっていうと、バイザーの中をね、エナメルのフラットアルミで塗ったんだけど、こういうチコアパーツなくすんだよ。なくすから、乾いてないのにはめちゃったのよ。うん。はめちゃったらね、バイザーは、このクリアパーツの部分は、塗装面に当たらないから、平気だなと思ったけど、その気圧した時のさ、蒸気で割れちゃったんだろうね、これね。うん。若干ひびいてんだよね。見えっかな、これ。見える?見えねえか。多分見えないかな。すーげえ細かいんだけど、右側に、左側にね、軽くひびが入ってるような気がするんだけど、わかる?わかんないかな。ほんと細かいんだけど、うん。だからね、完全に乾いたからはみ出はよかったね、これね。まさかね、蒸気でね、気圧した蒸気でひびが入るとはね、思わなかったね。まあ、ぱっと見ね、言われなきゃ分かんないぐらいなんです。ほんと細かいひびがちょこっとだけ入ってるんだけど。うん。まあ、そんな感じでね。ところでこのジム2なんだけど、ちょっと高すぎやしませんか、これ。1400円だろ、これ。ねえ。だってジムさ、700円だぜ、これ。高すぎねえ、バンダイさん、ちょっと。2倍だぞ ?2 倍。2倍はねえだろ。これ2個買えるんだよ、これ。これ1個1400円じゃん。2個買えるぜ、これ。そこまで各部も陰部もそんな差ねえだろう、これ。まあ、可動はね、違うかもしんないけど、じゃ倍はないんじゃない?ちょっと、ボリすぎじゃないですか、それ。ねえ。もう、文句なら買わないって話なんだけど、ちょっと高いかなって発売当時思ったんだよね。うん。まあ、こう言って高いけどね、ジム2はね。うん、確かに。ねえ。これ、シャバシャバにしてさ、すげえ塗り重ねたんですよ、これ。うん。それに加えて、この、初代ジムは、ちょっと濃いめの塗料でね、二度塗りなんですよ。で、その方がね、塗膜が強いね。塗膜すげえ強い。ちょっとやそっとじゃね、擦れて取れないけど、こっちね、このジム2はね、
とにかくね、あの塗料をね薄くシャバシャバにしたもんだから、3倍希釈とかでやったから塗膜が弱いんだよ。何箇所かね俺塗り直したからね、あの塗装剥げて組んでる最中にね塗装剥げちゃったんですよ。剥げちゃったの、俺の会社の上司みたいに剥げちゃったから、うん、剥げてません最近ってね言っちゃったよ。で、あ、これ筆塗りのジム、これ筆塗りのねそのジムコマンドだけど、やっぱねあのなんだろうな、完成が予測つくからね、こんなエアブラシなんてね、そんな誰が塗ったってこうなんだから、うん、まあ皆さんの関心もないでしょう。だからなるべく今後ね筆塗りを中心にやっていこうかなと思いますね。なんとなく筆塗りをねあの押したいんですよ今。うん、まあ誰が求めてるか知らんけど、うん、なんとなくみんな筆塗りに食いつくからさ、うん、エアブラシなんてほんとできて当たり前だから、うん、やっぱ筆でどんだけうまく塗るかがねポイントじゃないですか、やっぱ評価のポイントになるのかなと思いますね。はい、ということでね、ほんまちょっと短めの動画でねと思ったんだけど、まだ言うことあったっけ。うん、で、まあ、今回ね、このジム2なんだけど、これガンダムマーカーで塗ったのを全剥離して作ったんだけど、まだあるんだよね、ちょっとね、このジムチンカスタム、これをガンダムマーカーでも全部ガンダムマーカーで塗っちゃったんだけど、細かく細かくね、うん、まあ、ガンダムマーカーだけでね、リビングで作れるガンプラ中企画でさ、小遣いもらえないお父さんいんじゃん。この前もホビーゾーンでさ、MG のガンダムバルバトス狙ってたけど、結局さ、この前買ったじゃん、あれはニューガンダムだよ、みたいなことをさ、言ってて買ってもらえなかったお父さん見てさ、悲しかったんだよ。だからさ、せめて HG をさ、買って、あとはガンダムマーカーでさ、部分塗装してね、まあ、なんだろう、納得してくださいじゃないけど、やっぱね、塗料とかね、買ってたら切れないかんね。ガンプラもう一個買えんじゃねえかってぐらい、そのね、やっぱ工具とかね、塗料とかね、こだわり出したらキリがないから、その、働くね、小遣いのね、お父さんのために、ガンダムマーカーだけでね、うん、まあ、最近のキットだったらさ、色分けとかもね、優秀だから、ガンダムマーカーはね、基本色買っとけば、こんくらいできますよっていうのをね、やったんだけどね、全然受けなかったからね、うん。だから、これもちょっと剥がしちゃおうかな、全部。全剥離して、塗り直そうかな、こいつも。うん。ちょっと今の俺からしたら、ちょっと納得できないんだよね。この、やっぱ汗目も消せないしね、うん。あとこのネモもさ、これも相当頑張ってね、ガンダムマーカーだけで塗り切ったけど、うん、塗るとこいっぱいあったんだな、こいつ。こういうとことかさ、すごくない？こういうの、全部ガンダムマーカーでやったけど。これも全剥離して、大変だけど、この2個はね。まあ、このジム2みたいにね、全塗装しようかなと思ってますね。うん。ガンダムマーカーで塗ったのに全剥離シリーズっていうのやろうかな。はい。ということでね、こんな感じで。まあ、その、ジム2をね、作ったんですけど。あ、そうそう、俺またホラー動画、撮ってね、インチキホラー動画、ね。あれね、イケメンがヒグマに食べられたって動画がね、もうあっという間に2万2000回いけましたね。うん。俺のオナホなんか誰も見てくんないけどね。うん。でもね、マジでね、ああいうヒグマ系の動画がね、伸びてくれるから、こうやって誰も見ないオナホをやってられるんだよね。オナホばっかりやってたらね、再生時間足んなくてね、収益化から外れますからね、このチャンネル。だからね、しょうがないんですよ。だからなんだろう。常連さんは、あ、スバダは、収益化維持のために、またああいうインチキホラーサスペンスとか撮ってるんだろうな、ぐらい思ってくれれば、うん、結構ですね、はい。マーク2もちょっと、全剥離して、塗ろうかな、全塗装。うん。これね。まあでも、お金のね、お父さんはね、ほんと、ガンダムマーカーでね、塗るぐらいで、いいんじゃないですか。うん、ほんと、小遣いがいくらでも足んないっしょ。こだわってたら。だって俺、2万ぐらい使うかな、俺。このおもちゃとか工具関係で毎月俺。もっとかな。うん、まあ一番は飯代なんだけど、飯代とね、飯代とかおもちゃとか、そういったそのなんだろう。なんだ。飯とかその、おもちゃとか遊びに行く会社さんも多分だけど、俺8万円ぐらい使ってるからね、毎月俺。うん。はい。まあそんな感じでね。あ、そうそう。あとちょっと、あれだ。開封動画をね、やります。はい。そう、これ、開封しときますね、とりあえず。はい。次期作るガンプラこれなんだけど、ガンプラね、これなんだけど、ちょっと開封動画しますね、ちょっと。開封してないとちょっと、作れないからね、ちょっとね。はい。で、まあ、昔の旧キットはね、まあ、旧見てこんな入ってますけど、うん、はい。まあ、パーツが入ってますね。うん、当たり前だけど入ってますね。ね、ほら。このガイアのフィギュアが入ってますね。こんなのつけんだったら、セイラさんのさ、全裸の MG 外壁のフィギュアでもつけてくれればいいのにさ、うん、舐めちゃうんですよ。はい。ではね、パーツが
ランナーが1枚パープル K になるんだ。デカールいらないガイアのフィギュア、ネイビーブルー K になるんだ、ブラック K になるんだ、ポリパーツ K になるんだ、ポリパーツだけど K になるんだ、パープル、パープルパンティ、ちょっとくすんだホワイト、女性の売り物のよう。あとは ABS パーツ、使いづらい ABS パーツと、あとは説明書が1枚と、パンティが1枚と。このパンティはどうやらあの、キシリア様ですね。うん。あの、マクベの配下じゃないですか、クラー3連戦って。で、マクベはキシリアの配下だから、キシリア様のパンティが、秘密機パンティが、あ、シミはねえか。うん。キシリア様抜けない、抜けない、キシリア様抜けない、抜けないぞ、抜けない、はい、で、まあ、マクベとキシリアね、まあ、ブサイク同士ね、うん。付き合って結婚して、ブサイクな子供産んでくるって感じですね。はい。ということでね、あ、ジップ取った、ジップ取ったからね。はい。じゃあ、こんな感じでね、ザク1、つけますね。うん。あとね、散々言ってっけど、ね、100回も200回も言ってっけど、これも、くれますんでね、これもね。うん。まあ、この開封動画は、まあ、一応、ざっくり買うんですけど、まあ、こんな感じですね。1600円だよ。1600円でこれっぽっちしか入ってないからね。うん。タミヤさんの機種は高いからね、お高いからね。うん。1600円だからね、ほんで。これっぽっちで1600円だからね。うん。1600円高いね、結構ね。まあ、その場合緻密だしね。袋もね、みんなホッチキスでね、もう手作業っすね。うん。多分手作業だと思うけど、はい。そんな感じでね。はい。こんな感じで作っていきますよって感じですね。はい。ところで皆さん、またごきげんよう。じゃあな、ね。